お知らせ。マーキリーのオリジナルブランドマーキリー仕様から新アイテムを絶賛販売中でございます。再販希望の多かったサコシは新たにピンクとワインレッドも追加、そして新アイテムのライターケース、そして人気のトレイも販売中です。すべてこだわりのレザー商品です。数に限りがありますので購入はお早めに。そして3月の3、4、5に北海道札幌のチカホで私が直接販売しに行きますので、ぜひ北海道の方は会いに来てください。詳細は画面に書いてある通りです。それでは本編 GO！ マーキリーのチャチャチャ。今からですね、私実家の車で眉毛を整えに行きます。まあ、前回なんかネイルとかをねしてもらったと思うんですけど、本日は別の姉に、うち5人兄弟で上に4人姉がいます。そのうち前回やってもらったのは長女、一番上の姉がネイルしてくれて、で今回は3番目の姉、三女が、私の眉毛の形を綺麗にしていただけるということで、本日やっていきたいと思います。めちゃくちゃ地元道をね走っております。右のあれだと不安になるね。しかもバンだから、バン、このバン初めて俺運転するわ。なんだか不安になります。ナビもついてない、この CD を入れるところがあってみたいな。ちょっと安全運転に気をつけて、地元の、いや超地元よこの辺り。で中学の時とかこの辺りとか普通に走ってたからね、チャリこいで普通に遊び回ってた場所なんですけど、やっぱこう左ハンドルから右ハンドルに変わって、右車線から左車線に変わるってちょっと不安だよね。最初の本、今回の日本帰ってきて一発目の僕運転なんですけど、ちょっと不安。学ラン来てる、赤い中学校の子だ。私の地元の中学校ですね。後輩たち、いい子でいるのよ。先輩こんなになっちゃったけど、こんな田舎なところで生まれ育った子がこんな感じで今や韓国に住んでタトゥーまみれのおっちゃんになりました。アニハセヨ。ということで姉のところに今から行きたいと思います。宮崎いいね、だいぶスローライフ。本当は今日ね昼から動いて、なんかいろいろ宮崎の辛麺とか一人で食ったりとかいろいろしようかなって思ってたんですけど、ちょっと編集動向がねあって、あやばい外出れないってなっちゃって、こっちに来ても編集とかで追われてる私で、まあうちの姉が急遽今眉毛いけるよみたいな感じで言ってたんで、今から行こうかなっていうような感じでございます。入っていいですか。あ、髪だ、ありがとうございます。頭下げていいね。なんかさ、韓国はさスモーク張ってるからさ、ありがとうございますとかさこうやってもさ、中の様子があんま見えないんだけど、日本ってスモークたかないじゃん。すぐ相手にこの僕の感情というか見えるっていうような感じがね素晴らしいでございます。ということで着きました。バックモニターとかもないから不安になるね。遠赤やってよかった。はい、ということで着きましたので早速行きたいと思います。はい、ということで今から姉に型取りをしていただきました。現在の眉毛がこのような状態でございます。わあ、ちっちゃい毛がポツ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 。ここは女性専用ですよね。僕だけでーす。男の子でいいのは僕だけでーす。去年もやってもらいました。まずは写真で。目閉じてもらっていいですか。まず型取り、なんかラインかなんか引くと。はい、土地を作って、ワックスで毛量調整を別に。え、毛量調整してよ。できることなら全てしてよ。書く必要はないよ。あ、書いたりとかはせんでいい。抜いたら痛いからもうやめろって言われてる。そう、うん、まあ痛いのはね、まあ慣れちょっかいね。まつげしたい。このまつげすごくない？わしバッサバサ。こんな近くでカメラ撮るのもなかなかないから。青ひげ、はい、じゃあ、え、眉間とかどう、ちょっとメンズのラインがあんま分かんないんですけど独断と偏見で、独断と偏見でやっていいよ。はい、ます。これうまく見えてると、そのカメラから。うん、見えちゃう。あ、そうだ。高さは合ってますね、お客さん。えらい、自分でやっちゃう。もうキリッと感じでいいですか。はい、キリッと感じで、なんかね、右と左がね、なんかちょっと形が違うとよ。うん、わかる。それをどんげ化したいっていう。一回目つぶってもいいか。はい。え、男性もこのラインかな、まあいいや。なんでいいけんよ。まあいいや。まあまあまあ合ってますよ、割と。お、割と、お、素晴らしい。あ、カットしてますね、お客様も。カットしてます、自分でやっております。韓国でお風呂場でどうにか頑張ってます、いつも。この辺ほらもうハゲです。ハゲ、ハゲてます。あ、ハゲちょ、悲しい。まあまあまあ、うん、女の人とか
自分で剃ったりとかじゃせんと、あんまこうやって眉毛こう貴重人は、あもうね来る人にはもう触らないでくださいってずっと言う、あそうやっちゃ1ヶ月ぐらい触らず来てくださいって言ってるから、うん、みんなもうボソボソに生やしてる、うん、そうだよね。いざこの距離でずっと顔見られるのってはずいね。はずいよ。それ何？こちら。うん。で、ワックスするところのね、お肌を保護するためと、あこれした方がなんかラインが分かりやすいから。そういうことね。コンシーラーの上からでも、うん、ワックスつけて取れると。あ、取れる取れる。これがなんかもうガイドで、うん。うんうん、そのぐらい山取っていい。うん。うぐい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 。パクソジュンみたいにしますね、お客様。パクソジュンになるっちゃ。ディオンクラスや。どっか美容室あれしよっかな。連絡しよっかな。誰かいる？友達。おらん。白尾しかおらん。白尾東京やし。白尾は僕の同級生です。東京行ったら島の紀行くんっていう子に僕は髪を切ってもらってます。いいんじゃないでしょうか、お客様それで。完成？かっけっすよ。ちょっと座ってもらっていいですか。はい。はい。笑ってる。いい感じ。いいよ、見て。いい感じですか。まっすぐ高さ合いますよね。素晴らしい。高さ合うよね、山の。うん、この。青ひげ。でげい、でげい。いいやろ。よく死ぬなですね。お客様毛が多いですね。毛が多いです、はい、毛深い。やりがいがあります。楽しいです。よかったです。もうじゃんじゃん抜いていきます。じゃんじゃんやって。ここのシミってさ取れんちゃろうか。小さい頃からあるけど。ああ。うん。取れるとこれってまあ取れるわね、はい、今時取れるけども。チャームポイントです。あなたのきっちゃね、このなんか焼きそば焼きそばついたみたいなこのシミ。小さい頃からあるわね。本当よ。行ったら。いや行った。いや夜剣。いやできるけどさ、今もここね、ここの部分だけ脱毛とかね、行きよったっちゃけど痛すぎて行けんなった。お金お金だけ払っちゃう。まあ、こういうことしていいとこういう。いいよ。こういうツタンカーメンとかいいよ。髪がかってていいじゃん。アラブ首長国連邦。金髪だけが。じゃあワックスしていきます。力を抜いてリラックスしてお受けしてください。力を抜いてリラックスしてお受けします。カムサハムだ。で、ワックスって何度ぐらいだそれ？100度。でも、大丈夫。死ぬやん。大丈夫です。なんか大丈夫。リラックスですよ。リラックスですよ。はい、ワックス乗っけます。あったかいです。あ。でも熱ってわけじゃないんじゃね。そうそうそう、一瞬ぐらいで。ああ、よかった。はい、いいですか。はい、いきます。いたいたぐらい抜けた。薄いっすね。全然薄いです。ああ、ほんとだ。こんな感じでやっていきます。うん、いきます。あ、いたかった。素早いですね。それパン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 いくっちゃね。はい、食べて皮膚が寄ったら。いきますよ。はい、せーの、いて、いきます。あー、でもほら分かる、こういう。あ、ダメ。よかった、 GoPro ピンタワンくてあんまきっとね。抜けてよかった。うん、じゃあね、抜きが多い方が大変。せーの、あ、痛い。今のが一番痛かった。もう一回そこ行きますよ。めっちゃ毛が残っちゃうじゃん。残っちゃっちゃ。へー。ワンツー、シー。自分でやることってあると、これ。うん、する。へえ。なんか時間がないときは基本的に予約するけど。うん。あ、どっか行ってって。いやいやいや、遠か行く。あ、そういうことね。うん、で真ん中眉間行きますよ。はい。お客様、眉間がつながっておりますね。お、両津勘吉です。はい。これそっち側にバンって引っ張るから。カメラ危ない、はい、せーの、抜けた。抜けたよ。よかった、うん、もう一発いきます。もう一発いきます。へー、楽しいね、メンズいいよ。よき、うん、
この女性にはできないこのデザイン感が、あね、なんともこうちょっと楽しいです。いい感じですか。私もこのぐらいかっこよくしようかな。いきます。あ、抜けました。はい、ありがとうございます。おー、綺麗になってる。分からんけど、じゃあ反対いきますね。反対いきます。お客さん大丈夫です。弟大丈夫です。準備できてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますちょっとライト加減になりますけど失礼します。失礼します。まずお客様顔が表情豊かなのでちょっと静かにしてもらっていいですか。口だけ動かします。眉毛が剥げちゃいますね。お客様必要なとこは取らないでください。いくよ、せーの。痛いです。誰も消すねんだいただきますで、みんなで一緒に綺麗になろうね。美意識高めていこう。まずは痩せることから痩せなきゃ痩せなきゃ。痩せるのが一番の美ですよ皆さん。それを最後に持ってってます。いて、ある程度お金かけてこう綺麗にした上で痩せます。逆ですよ皆さんの場合は。痩せてお金かけていくんですよ。そっちの方がいいですからね絶対。痩せるがいっちゃむず。はい、いて。今日ねお客さんが、うん、うんうんうん、マキリさん帰ってきてますよね。やばい、連絡来た。テンション上がってたよ。あ、うん、あ、今日来たお客さんがテンション上がってやばいよね。キリが宮崎にいる。駄菓子屋もさ、ちょっと外出たらさ、うんうんうん、子供たちがバーっておって、うんうん、子供たちが YouTuber ですかってめっちゃ声かけられて、うん、YouTuber ですかって言われて、 YouTuber よっつって、うん、はっ見てますって言われて、そしたら一人ちっちゃい子がさ、うん、君のお父さんって言われておじさんやっちゃけどっつってすごい、父さんじゃなくておじさんやっちゃけどっつって、多分バレーの声なのなんかちっちゃい子がね、うん、自販機の前で急に行ってきて、かわいいね、父さんじゃないっつって急に小4の息子はいません。私に私に小4の息子はいません。皆さん隠し子はいませんので、この辺の山も好き、ちょっと抜きますよ抜きますよって言われる前に抜かれたけど今だっていっぱい残っちゃった、どうしようこれ。ちゃんとこう切ってるわし、カミソリで。じゃあ買ったやろ、うん、だから長くないと残るかな。そうやってワックスにひっつかないとばいけ。じゃあはね、うんうん、じゃあボーボーに伸ばしちゃった方がよかったっちゃ。はい、抜きますよ。じゃあ皆さん行くときはボーボーに伸ばして、もうね恥ずかしいぐらいボーボーできます。皆さん恥ずかしいぐらいボーボーに伸ばしていきましょう。はい、痛いですね。痛くて思わず目通した楽しい。はい、綺麗になりましょう皆さん。これを痛いのも美よ。これを超えたらめっちゃ綺麗だから。そうよ皆さん大丈夫です。そうよ、メンズもね、メンズできるところあるからうちはできんけど。はい、ありますよ。宮崎、宮崎もあるから、なんかメンズクリアとかたまに何件案件くだしてくださいってくるけど、宮崎日本におらんからできんって、うんうんうん、渡航費出してくださいって。ほんとやね、ね、なんか案件とかも多い、そういうの。そうただでしてあげますとかさ。宮崎から来る、いや、なんか全国から来る。東京とかやろ。いや、なんで名古屋から来るぞって思うもん、たまに。なんで名古屋ねみたいな。でも名古屋さ、名古屋行くまでに金かかるわって。会社も名古屋だよね、うん、だからやっぱ美意識高いんじゃない、名古屋の会社って。そうやっちゃ、そういうちゃんとお金をください、案件あれするときは。でもメンズ楽そう。なんかメイクもほらセンディーしさ、うん、多分ぴょんぴょんちょっと太くて長いぴょんぴょんしたけだけ取ればいいと思う。毛量調整もそんな薄くせんでいいじゃん。出すぎるとこは、あー、ネイルかわいい。びっくりした。この子もなんか、あら、綺麗ね、彫りが深い綺麗ちょっとこのワックスやばい、なんかハゲてる、ね、それ自分でしてたっちゃうの。自分でやったはず、ね、触らず来てください。アルゲスミンだ。宮崎帰る前はいじらんでくるわ。そうそうそう、マジでボサボサで来てちょっと耐えれんかもしれんけど、したらめっちゃ綺麗になるよ。もうイケメンマシマシ、うん、動画撮るからさ、なかなか汚いボーボーじゃカメラ前で出れんとよ。どんげすればいい、そこどんげして隠せばいい。前髪作る、コンシーラーじゃあね、前髪作ってとかはね、じゃあはね、でも帽子の方がいろいろ見えるよね。髪ももうないしわし、昔はここまであったからさ、ここまであったじゃん。ああ、そうやね。どうですか形、お客さん。あ、いい感じじゃないですか。いいじゃないですか、綺麗綺麗。いい感じやわ、ほら
これワックスしていいですか？ここの毛がちょっと気になるかな。どうぞ。毛深いんでちょっと毛取ります。全然全然よろしくお願いします。いらない毛はバイバイバイ。お尻の毛はすごいです。ジャングルボッソーです。なんか家でさ、パチンパチンって一人でしてるの寂しくない？そうやね、スポンポンで。韓国でさ、一人暮らしね、根治が何しょっちゃろかって見るわ、そんげや、ね、お尻にパチンパチン、って言いながらさ、やだよね。暑いですよね、大丈夫ですか？うん、暑いけど、けんちゃーな。けんちゃないよ。けんちゃーな。いてパッドピッドプロミスと微調整入りますということで、微調整終わったらあれしますね。パッ。はい、ということで今眉毛が見えておりませんね。あ、見えちゃった。ということで完成したのがこちら。じゃらーん、綺麗。男らしくなりました。ちょっとね、ハゲてる部分は書いてもらいました。いいですね。カムサムニダヌナ、ありがとうございます。お姉ちゃんにやってもらいました。いいえいいえ、ありがとうって言われて思わずいいえって言っちゃったけど、ということで、あのぜひとも女性の方いましたら、あのトリニティですね、こちら、はい、あのインスタとかで DM すればいいんですか？インスタから予約システムからお願いします。予約システムからぜひ宮崎の方よろしくお願いします。赤江の方にあります。ぜひとも来てください。男性はダメーということで、ありがとうね。宮崎美容日記でございました。キラン、また次の動画で会いましょう。ラブ。